はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は改めてですね、まあその必要かどうかっていうところ、まあ、使い方はね人によって違うと思うんですけど、オンライン授業について改めて、ちょっとまとめてみたいなというふうに思います。もう、まあ、このウイルスによるショックが起きてから、オンライン授業に関する映像はですね、たびたび多分5本くらいは上げてるんじゃないですかね、上げたんですが、皆さんが実際に使ってみて、まあ、どういう感覚を持っていらっしゃるかっていうところもまだ変わってきたと思いますから、その上でまとめ直させていただきたいなと思いました。で、まあね、ツイッターでもタグとしてオンライン授業っていうのがあったりするわけなんですけど、まずですね、その皆さんが使い始めた時に、ある程度その用途というのは、その人によって、まあ、指導者もその、学生側もあれ受講側もある程度類型化できたと思うんです。そもそもリテラシーがあるかどうかっていう点が一つと、もう一つは基礎学力っていうところですね。で、まあ、直感的に分かると思いますけども、その勉強が苦手だったり、あるいは普段その学ぶための訓練っていうことがよくできてない、学生にとってはやっぱり娯楽性が高い方が、まあ、集中しやすいコンテンツは作れるわけですよね。まあ、別にそれはオンライン授業じゃなくて、オンライン授業って言った時のその2つありますね。ビデオ通信配信か、あれストリーミングか、映像の単なるストリーミングか、あるいは実際にその対面の指導のようにバンバン、少人数の対面の指導のようにバンバン質問が飛んでくるか、形のビデオ会議の形式か、まあ、この2つを合わせてオンライン授業というわけですけども、まあやっぱり前者によりがちだと思いますよね。見てて、ああそうなんだ、楽しいなっていうことがまずないと、なかなか勉強がそもそも好きじゃなかったり、あるいは訓練ができてない学生にとっては、受講生にとっては苦しいのかなと。でそっちの場合はですね、そのなるべくパフォーマンスを生かすっていう要素が織り込まれた方がいいと思いますね。つまり、同じ映像を作るのでも、いろんなそのまあ、例えば画面の上、中でですね、まず画像を見せたりとか、あるいは実際にそこで映像を流したりとか、そういうことが必要かもしれません。あるいはクロマキーをね使って配信する人もストリーミングに関してはいるみたいですけれども、まあビデオ会議でも同じか。まあそのクロマキーっていうのはグリーンバックですね。後ろで1枚の布でかぶせておいて、自分の映像と自分自身の映像とスライドの映像その他を合成して配信するってやつですね。まあそういう手の込んだ演出っていうのが、まあ、必要なのかなと。他方でその単に、まあ、僕なんかは こっちの学生ばかりを相手にしてきたわけなんですけども、その学習のスタイルが洗練されている、あるいは知的訓練がよくなされている学生にとっては手段はどうでもいいわけですよね。まあ大学生は特に単位取らないととか、あるいは GPA が気になりますよね。そういうところでしっかり学びたいであれば、もうそんな娯楽性なんかどうでもいいっていう学生は、学生なりその指導を提供する側ですね、まあぶっちゃけた話、 iPad とスタイラス、つまり Apple Pen があれば、まあそれで成立するのかなと。要するに、まあビデオ会議で配信するじゃないですか。まあ映像のコンテンツをストリーミングするっていうだけだったら、ビデオ会議をやること前提で話すとですね、まあ、映像をストリーミング配信するだけだったら、まあ別に、もう慣れてますし、それは併用すればいいだけで、問題はウェブ会議を使った場合ですよね。でそっちの場合は繰り返しますが、まあ、ちょっと話が前後したんで、iPad と Apple Pen で、画面をキャプチャして、で実際に板書しているところっていうのを映せばいいというだけだというのが分かったと思いますね。形式に関してはですよ。形式に関してはまずこの2つの類型化があると思います。で2つ目のところは、
じゃあ事業の前後、あれまあ中でもいいんですけども、そのこれはビジネス側、つまりリモート勤務やオンラインでのそのオペレーションというのを中心に組む場合も同じなんですけども、どうやってコミュニケーションな意思疎通、あれ合意形成を維持継続していくか、あるいは深めていくかっていうところですね。ちょっと音が入っているので止めますけども、で、こっちに関しては問題ははるかに複雑です。そもそもじゃ あ一番最初の類型化でいきましょう。その、まあ、一概には言えませんが、勉強をするなり学習のスタイルが洗練されているいないっていう対立軸は、まあ、ほぼそのままその知的集約か労働集約かっていうところに落ち着くと思うんですよね。まあ、分野とかそのあれそのサイエンス側か、あるいは単なるビジネス寄りかっていう話、そのオペレーション側事務方寄りかっていう、ことでもあるもあるんですけども、ここでは一区切りにしといてですね。で、まずその知識集約のように、学習のスタイルが洗練されているタイプの場合は、そのコミュニケーションの意思疎通が、あ、実はですね、普段のこの対面でのやり取りっていうのはかなりいい加減だっていうのが録画していれば分かります。どういうことかというと、あ、自分はそういうことを意図してなかったんだけどなとか、そもそも自分の発言を忘れてるとかっていうことが本当に多いっていうことをですね、もしそのウェブ会議上でのそのやり取りなり、その授業でもいいんですけども、それを録画していたならば、あ、ボロボロ出てくるはずです。人間の記憶ってそのぐらい曖昧なものですから。で、普段のですね、いわゆる実際に顔を突き合わせた、あ、コミュニケーションなりミーティング、ビジネスだったらですね、まあ今回オンライン授業なのでそっち寄りの話をしますけども、それは記録に残ってないわけですよ。今後でのやり取りですから。で、記憶に依存している。ただし互いに常に照合できるような状況である、つまり小さい規模のね、そのプロジェクトチームとかミーティングを固定化しているんであれば、まあせいぜい、あ、どんなに多くてもやっぱり150人ぐらいじゃないですかね。まあ実際には15人20人ぐらいが限界じゃないですか。精度が高いものを維持しようと思ったら抜群に知的水準が高くないと150とかって大変無理ですよ。しかも全員がです。で、そこでその整合性が保たれてないのを気づくはずなんですよ。行き違いがあるんだとか、そもそも相手が言ってることが理解できてない、じゃあ理解するための学習の時間を別途取ってるか、取れてないと思いますよね、ほとんどの人は。ということがボロボロ出てくるはずです。で、これは まあある意味絶望を感じるところでもあると思いますよね。で、授業の場合でもなんとなく聞いているようだけれども、そのなんとなくの具体的なところっていうのが映像として残しておけば、そのやり取りをの記録を通じて、明らかになっていくと、あらわになっていくと。で、その時にその二次的に、発生した知識なり学習の補強っていうのが必要になってきますよね。で、そのための時間を取ると、で、その上でないと、いわゆるコミュニケーションなり授業っていうのを組み、あのパフォーマンスの高い授業を組み立てることができないということに気づくはずです。ただし、その気づいたところでじゃあすぐに取り掛かれるかというと、まあ、それは各自の自己管理能力とかスケジュールの詰め具合、まあそれも含めて自己管理能力だと思いますけども、あるいは時間の使い方の見直し、今までいかに無駄をしてきたか、あるいはそのオンラインで、あれリモートで、まあオンライン授業だからオンラインでいいか、じゃあオンラインで勉強してた時に、その結局それをどうやって生かすかっていうことが見えてなかった方が録画するとですね、見えるようになります。ですが、まあ現状それはまだできてない人はいるでしょうし、たくさん、でその上でしたところで、じゃあ十分な時間を割いて、繰り返しになりますが、その二次的な問題が発生した時の学習時間なり、労力を避けるかどうか、まあ、そこも含めてのレディネスを新たに、整えることができるかというのは、さらに 1段2段高い問題な、難しい問題になってきます。難しいというかハードルが高い、自分の体制を見直さなきゃいけないということですから、そういうところまでいったら、だいぶその産業構造とか、まあ、同じ授業ですから、授業その指導の在り方っていうのも変わってくるのかなと。
まあ、あれ指導者側からしてみれば、まあ、僕も研究者ではないですけど、研究に準じたようなことはずっとやってるわけなんですよね。まあ、授業っていうのは基本的には自分が持っている、あるいはさ新たに吸収した知識や情報っていうものを意味があるものとして、その個々の受講者なり学生に対して意味があるものとして提供するというプロセスですよね。ですので入れるところがむしろ中心だったりするじゃないですか。で、僕もそうです。で、そこで、まあ、いわゆるその教育の専門家だったら、オペレーションの構築、再構築っていうところに力を入れるでしょうし、まあ、研究者と、あれ研究なり R&D でもいいですよ、ビジネスの。そっち側の人たちっていうのは、まあ、実はその自分が思っていたものと違うものが要求されてるんじゃないか、あるいは、まあ、特にその研究の分野とか、あれ専攻っていうことというよりは、世の中の人が自分に何を期待しているのかっていうことの理解を深める上では、この今言ったような一連の流れを踏襲すると意味あるものになると思いますね。ただし、これをそのなす体制を構築するのは非常に時間とコストがかかりますよ。で、習慣化する必要がありますから、まあ、受講生側はそれをそのあんまり肩の力を入れず習慣にするだけで自然と少しずつ身について、一気には無理ですよ、身についていくものだと思うんですけども、まあ、そのなんていうのかな、自己変革の戦いの序章が始まったっていうところが、まあ、この 1,2 ヶ月強制的にリモートなりオンライン授業に移行することになった、ステークホルダーの利害関係者の置かれている状況なのかなというように思っています。いかがでしょうか。まあ、皆さん思うところとか、その部屋の中がとか家がうるさいとか、そういう話で悩まされることもあると思うんですが、まあ、分かると思いますけど、それって本質的な問題じゃないですよね。家庭内の問題ですよね。そんなに家の中とか自宅がうるさかったらではですね、まあ、多少その静かに落ち着いて、使うことができる、まあ、郊外だったらいくらでもあるでしょう。まあ、都市部だったら もう無数にありますよ。カフェとか、あるいはその共有のワーキングスペースとか、場合によっては使えるかもしれませんし、そういうところで、やればいいだけですからね。だからその家庭内の問題をとなんていうのかな、盾にして、そのオンラインの授業なり、あるいは新たな体制を構築することに言い訳にしないことですよね。みんながそう言ってるから、だからしなくていいんだ、じゃあ今までと何にも変わりませんから、そもそもなぜこのオンライン授業なんて単純なものが、特に国なり国の機関やパブリックサービスの、サービスでこれだけ遅れてるのかっていうことをよくよく考えた方がいいと思いますね。まあ、僕はプライベートで一人でやってたからこそ10年以上オンラインの授業ということで先行してこれだけやりきることができましたが、繰り返しますが、言い訳にしないことですよね。誰かが技術的にやってくれたから問題ないだろうということでもないということは、僕の今の話の流れでも分かると思います。そっちに振ってもダメです。皆さん各自 その自身の問題として、そのあくまで できることはもういくらでもあるんだと。で、その道のりっていうのは時間と労力もかかれば、あくまで、スタート地点に立ったばかりだということを自覚しながら取り組まれるのが良いのかなというように思います。今回の映像は、まあ、オンライン授業に移行して、まあ、ほとんどの方々が強制的に移行していると思いますね。で、まあ、1ヶ月ぐらいは経った感じなんですかね。で、改めて冷静に状況を振り返った時に、じゃあ今後どういうプロセスを経て、まあ、指導というよりはその各教育研究機関のありようというものが、あるいはその仕事、その産業構造というのはどのように変容していくのかという直近 その見えている、あるいは超えて、踏襲するべき踏むべきステップの透明のところをお伝えしました。